皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1993年公開の、ザ・シークレット・サービス。現代、イン・ザ・ライン・オブ・ファイヤー。監督はウォルフガング・ペーターゼン。脚本はジェフ・マグワイヤー。主な出演は、クリント・イーストウッド、ジョン・マルコビッチ、レネ・ルーソ、など。ケネディ大統領が暗殺された現場にいながら、大統領を守れなかったことをずっと悔やんでいるシークレットサービスエージェントのホリガン。今や定年間近となった彼のもとに、大統領暗殺を予告する一本の電話がかかってくる。というストーリー。クリント・イーストウッドがいつもの渋さでベテランエージェント役だが、冷静で執念深い犯人を演じるジョン・マルコビッチは、主役を食ってしまうほどの存在感。全体に無駄な場面が少なくてテンポが良く、ありがちな銃撃戦だけでなく、巧みな心理戦も交えることで、よりスリリングに仕上がっている。ただ女性シークレットサービス役のルネ・ルッソとクリント・イーストウッドが親密になるのは、さすがにちょっと無理がある。ということで、評価は。Thumbs up.